けるメンバー生配信番組かけるチャンネル、MC の出るまパンゲひろきです。お願いします。さあ、まずは水飲みましょう。ちょっと待って何だったのよ。不安よ。もうこれさ、はいね、見とる人は分かって見てくれてるわけやろ、俺らが、ね、うん、まあ、出ること、はい、だからいちいちその無駄な時間よ。いや、初めての人もおるって。お前そんな知られてると思うな。ここを見とる人はそうやろ。これがね、いや、初めて見るか、早く名前言ったらいい。今日暑かったけど、水とか飲むの。おい、水とか飲むの。やらない、始まる。これはもう熱中症とか出てもういらんって。その、喉乾いた時に遅い。いただきます。この時間がいっちゃ無駄やん。演者的にそんな飲むよ。ゆっくり行きすぎるぞ。だいぶ行ってますよ。なくなるぞ。なくなるって。すごいすんだ。なくなるよ。まばたきもせんねん。今日も今日嫌やだって。怖かったですよ。怖い。今日はもう欲しないで、もうちょっとあれか。はい、デルマパンゲサコタです。はい、お願いします。はい、そしてお待たせ、タモリヤシイガシです。お願いします。お願いします。東京リピートの東京です。それじゃあ、東京リピートリピートです。お願いします。お願いします。1年目びっくりしますって。怖かったですよ、ずっと。怖かったよ。大事だけどね、絶対マジで。そう、飲まんのよ、水。飲んでますって。それが自分のペースで飲んだ。いやいやいや、平らげてるじゃん。あんま、みんな、え、飲むの？いや、飲んでるの全然もらうけど。大事やけ。取られる？ダブルヒガシはね、もう何回も出てるんですけど、これはね。3回、4回出てます。3回、4回出てますけども。なんでやろ。言えるわけない。そんな言うわけない。もう、いやいやいやってなったよ。なんでわけない。なんなの。やめてください。いやいやとかなるんかなと思った。なんで神手におるの。離れてください。なんで立ち位置か見てやった。ちゃんと止められないか処理してやろう。頼むよ。いやもう頼むよ。今日ストップ早く上がりなりにも。時オリンピットが、はい、今回初出場、初です。めちゃくちゃ緊張します。1年目ということで、はい、1年目です。すごいよ、1年目で。まだ3ヶ月ぐらいしかやっていこと。そうです、ね、すごい、それで入ってんやん。ゆくいやん、まずいね、お前ら。お前ら、まずい。俺、見て終わってんの。そんなことないよ。見て、俺なんだよ。ここいいっすよ、お前の時間やってんの。全然取ってますよ。それくらいの時間なんですよ。これ今日かけるチャンネルやから。うまいじゃないですよ。それは別に俺も出たんやけど、そんな寂しい。間違いないけど、そうこっちやからね。みんなが寂しい。じゃあ早速ちょっとね、コーナーの方に行きたいと思います。はい、コーナーある。そうですよ。マジかよ。マジかよ。コーナーあるの。やるのかよ。コーナーあるのかよ。相方が一番こんなやりにくいこと。相方って普通やりやすいんやろ。トークコーナーでございます。はい、ね、はい、トークテーマはですね、前回のくじ引きにより、はい、喜怒哀楽のド、はい、ド、はい、ドについて喋っていただきたいと思います。はい、この4つからしか選ばれないんです。へぇ、嫌やね。なんか微妙などれかもわからんみたいな感じがあるんですけど、言えないんです。決めつけていったらまあなんかちょっとしんどいやろ。怒りたくないと。いや、怒り、特にパワー使うし、邪魔するよ、帰りが。ありがとうございます。怒るっちゅうものを今伝えようよ。怒る話を思い出すのに疲れん、ほんとに。もう一回、まあ、怒ってた、怒ってるんで。ちゃんとそうよ、わかります、怒りのこと。お前、腹立ってきたよ、お前。あ、怒りや、怒りや。どうや、これでええや。じゃあ、皆さんにはトークテーマ書いていただいて。はい、はい、マジか。ドについてのトークテーマ書いていただきます。テーマこちらです。はい、ポンドン。前者に8、モラル0、はい、NSC でネタ見せをしない同期、母からの出来合い、はい、さあ、一個だけガチガチのお笑いみたいなのある。ネタ見せをしない同期。サゴさん選んでください。じゃあ、サゴだからシャッフルする。無理やりでしゃべってるから、そんなすぎるくないって。ゴリゴリ違うゲームやから。ああ、じゃあ、サゴさん、気になるの。じゃあ、A 型の人。いや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 い
おお、二重決めで、うん、ほんまドンキーコングの敵みたいな。めちゃ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 。レクエの足の両足がぶわっ乗ってきて、もう騒然となったんですよ。もうほんまに、みたいな、もう俺、ふぅとか、絶対電車で喋られるようなおっさんも、ふぅとか、もうそうじゃなくて、もうみんなスタンドアップして立ち上がって、奥に送るみたいな、八がまたさ、来たりして、うわってなってて、うん、で、二人来たって、天王寺ついて、ばーってもうみんな逃げるように降りていって、いや、みんなそれは降りるから、わからんす、わからんすけど、ほっとするやろ、ね、ほんなら、なんかその、つり革の、この、持つとこのね、言ったらこう、ここの言うたら川、川と釣り持つとこが繋がってるところの隙間にパッとハチ入っていたんですよ。あいつらその、そういうとこ好きじゃないですか。ハチの隙間に隠れるような。そこばっかりの仕業じゃないですか。バーって入っていって、あもう入っていった、入っていったと思ったら、その、おいおいおいとか言ってたおっさんの一人が傘で、あっかいけまた出てきたんですよ。うわ、最悪や。いらんことするから。最悪や。おっさんがやっぱり新今宮で出て行ったんですよ。いや、なんか関係ないやっぱりおっさん新今宮関係ないよ、関係ない関係ないやっぱり新今宮じゃあ腹立ってくれた触れとったらええのに。お前はその時どうしてたよ。俺はとかもあーなりますね。あいや、まあまあ来てたよ。来てました、むちゃくちゃ来るんですよ。だからジタバタするのちょっと恥ずかしいのまあね、あるじゃないですか。いや、それはデンコンスズメバチかなんだよ。デンコンじゃドンキーコングの蜂です。いや、違うよ。あの、針の方こう、下に向けられたら顔向け、針も一緒に向けられたら。そうです。怖いな。めっちゃ怖いな。おっさんがせっかく入ったやつ、もう一回出したんですよ。何回目も新今宮で降りました。いやいや、関係ない。新今宮はいい。関係ない。おっさんに戻ってねんな。おっさんに戻って、蜂は、どうってしゃあない。蜂じゃない。おっさんには。おっさん。いや、おっさんも今が正義感から言ったやんだ。入れとったらよろしい。いやいやね。おっさんもなんか降りてすぐ、細いとこ入ってくる。あのモラル、まあ、これ大東君のことなんですけどね、モラルゼロっていうのはね、あのこの間あのライブ終わりに同期のドーナツピーナッツ、うんうん、でそれ4人でご飯行ったんですよ。で、まあ、結構めっちゃ安い居酒屋行ったんですよ、チェーン店の、うん、まあ、どこにでもある、うん、まあ、いやめちゃくちゃ安い、お金ないし、うん、で行ったらあのドーナツ、あのあ、ピーナッツか。ピーナッツ、かわいい方の方がね。いや、ドーナツもかわいいよ。いや、ピーナッツ、かわいらしい方の方が、うん、居酒屋でご飯頼み出したんですよ、白ご飯を。あ、白ご飯、はい。うわ、珍しい。珍しいじゃないですか。何やねん、お前みたいな。この食うなよ、みたいなの言ってたんですけど、うん、まあ、バー食うてて。ほんなら、また、もう一個頼んでいいみたいな。2杯目行ったんですよ。行くなって、白ご飯。2杯も行ってるやんと思って、もう食うてて、ほんなら、まあ、こびりついてるんですよね、お茶碗に、うん。それを、ピーナッツはちゃんと、もう丁寧に丁寧に、もう残さず書き込んだんですよ。見ろこの話、これいいじゃないですか。育ちはいいな、これは。ほんならそれ見てた大東が、めっちゃでっかい声でこんな店の米なんか残せほら最悪や。しかも後ろに店員さん取ってんすよ。めっちゃ睨んでるね、そうやつ。ちょっと見せのことはいいやつか。すっごいんですよ、180円で、ほんまにこれぐらいしかやってないんですよ。一個大きいお茶碗で、もうほんま、あのドンキーコンビというか8ぐらいでかい。あれ全部使ってこんだけしか米入ってない。で、もうカピカピすぎてめっちゃ米ついて、中がへこんで音が出てるみたいな。そんなこんなへこんで、いやいやいや、古い米すぎて中がへこんで外がもうなってるみたいな。それの米粒をカカカカカって全部きれいに食べてるんですよ。いや、汚いじゃん。めっちゃいいことや。こんなとこの米こんなの一粒二粒は。その後あのなんか麦の相談に頼んだんですけど、うん、もう嫌がらせかしますけど、もう原液ほぼ入ってない。そうだそうだそうだ。そうだ。ロケホリピートはどっちがモラルあるかないかで言ったら、いやモラルあるのは僕ですね、やっぱり。普通の人ですね、僕は。今日はそうやあもう自覚あるぐらいないです。何やお前。何や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 。右上みんな。なんでよ。目線外すんすね。それなんでよ。心情としてるの、それを。心情ですよ。そうですね。なんでなんそれ。でも聞きたかったよ、俺。そうそうそう。それも差別化ですね。ちょっと気象でしょ、もう。そんなんやっていいの、俳優とか。目線外してるの。ええじゃないですか。みんながカメラ目線でピースするから、もうそれを差別化して、俺はもうあっち見とこうっていう差別化ね。してます。そうなんですよ。
相当かっこよかったらいけるけどな。似合うでしょ、そういうの。食らいついてきてちゃった。いや、俺も分かるもん。だって俺最近その、撮る時全部白目やもん。ちゃうやん。目線の話やん。でもまあ、差別かる。差別。一緒なんか、同じ写真5パターン使い回してんねん。サイルーゼ頭乗った写真で。ツイッター同じ写真しかない。ツイートな。お気に入りやくない。集中線いってるやつとか。怖いね。写真が。さあ、続きますか。はい。で、僕ですね。はい。NSC でネタ見せをしない同期。もう。なんですけど、まあ、NSC でネタ見せの授業があるんですよ。まあ、その授業に、出席はしてくるんですけど、一切ネタ見せしーひんやつとかいませんでした。おる。やっぱいるんですよ。いましたね。NSC 行ってない。俺ら行ってない。ああ、そうなんです。おるんですよ。でもほんま来るだけ来て、何もせんと座って帰ると思うんですよ。それは何なの？自己申告というか、自分でやります、やりませんを選べる。そうです。ホワイトボードにネタ見せやる人を書くんですよ。エントリーしていく感じ。エントリーみたいな。そのネタ見せを一切せえへんで、何しに NSC 来とんねやと思って。それは間違いない。だからそれで、まあ、めっちゃ思ってて、で、ある日、同期と飯行った時に、たまそういう同期がおったんですよ。レシの場に。いやつ。はい。で、ワイワイしてて、まあ、おるけど、まあ、ええかと思って、ワイワイしてたんですよ。そしたら、なんかまあ、ふとした時に、やっぱ、同期ってええなぁ。お前言うてあかんくないみたいな。そういうやつほど同期感出す。ネタ見せとかでしのぎを削り合った中でやっと同期って僕は見えるんですよ。全然削ってないし、こっちも削られまくったしのぎで、向こう新品のしのぎみたいな。しのぎ、しのぎ、しのぎ、しのぎの計算。シングルピンとどうだ。どれぐらい腹立つかというと、ドンキンコングで言うと、ドンキンコングスマブラのこの、あ、下 B な。違う、分からん。こいつ詳しいな。お前スマブラのやつがこいつめっちゃ詳しい。お前知らん知識。スマブラでスイッチ入んの。こいつやばいやつ。この満劇スマブラ最強決定戦優勝してました。いやー、できた。強すぎて空気悪くなった。もう面白さがなくなる。とりあえずやってやって。はたから見たら結構いい感じに見えるんですけど、母が出来上がりすごくて、例えば、そうです、例えばで言うと、僕24になるんですけど、今年、服をまだ買ったことがなくて、買ったことないというか、買わしてもらったことがない。買ってくるのかな。そうです、すべてお母さんが、スーツとかもすべて、いまだに当日の服を並べられてて、リビングに。着ていくみたいな、この何やねん。お金持ち、金持ちじゃん。ちょっとだけ。あマジか、貸してくれかね。むちゃくちゃ。借りるなよ。僕がお金やるわけですよ、親とかに。ああ、親か、そうか。そうで、ありがたいことに最近そのファンの方から服とかネクタイとかもらう機会があるんですけど、持って帰ったらこれちょっと合わんのちゃうかみたいな。彼女感というか、そのなんか、私が育ててきたものを、これ他のエキスが入るの嫌な感が。いやいやいや、なんかその、あれ、お母さんいくつ？お母さん55ですね。まあ、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 そうなんですよ。その感じがなんか僕はすごく腹立つ。ありがたいです。一人っ子とかですね。いや、お姉ちゃんいます。男の可愛いがれちゃいますよ。お姉ちゃんは自分で買うんですけど、僕だけなんか未だに。でも嫌な服とかあるやろ、お母さん。そう、ないんですよ。もうそのまま育ってきたんで、僕は全然服に興味がなくて。風呂とかは？風呂はでもまあまあ大人まで入ったよね。いや、まあ中学くらいまで入ってました。なかなか入ってんの。全然ケナン、もう大人はケナンが入ってる。育ちが遅かったんで、僕全然そんなことないですよ。
3本ぐらいやったの。3本中学入るってなかなかやない。いいでしょそれは。中学なかなかやない。いいでしょ。最近やっと成長期来たみたいな。そうです。身長も最近伸びて、それ遅かったんで。そうなんです。なるほど。これにちょっと僕は腹立ちます。すごい。可愛いっていう声もあるよ。お母さん、お母さんやろ。お母さんやろ。お母さん送ってきた。お母さんが可愛い。お母さんが来てる。間違いなく見てますね、これ絶対に。すごいね。絶対だってダブル東なんかそんなんないやん。うわ、ナイスナイスナイス。もう見たら分かるもん、可愛いがられて。可愛がられてない方がられてない。可愛がられてないもん。いや、めちゃくちゃいい親ですよ。いや、そうです。僕らも特にめっちゃいい。めちゃくちゃいい。ずっと二人でどっか遊びに行ったりとか、親同士。親がね、なんかありますよ。はい、おかんと親父が。めちゃくちゃ仲いい。めっちゃ仲いい。二人が仲いいだけで、東は合わせたい。可愛らしい。されてるよな。めちゃくちゃですね。だからライブも来ますしね、今。頻繁に。知ってます？バーって、親父、こいつの親父、頭変なんですよ。おかしいですよ。行かない。行かない。それチケット売ってるじゃないですか、うん、ほんならこいつが東がバーってもう帰っていったのを見計らってその東の人がバーって俺の前に来てギュッてハグしてそのまま入っていくんですよ。そんな続きしろやバーンと対処法の話じゃないそんなことやめてください。続いてくるんです僕の愛人続きするやつ。いや、ちょっと変わってないでしょちょっとか、親父はね、ちょっとか。どういうつもりなのちょっとわかんないですけど。ほんでな、お前な、これを置くなよ。みんながコメントしてくれてるのを見んのよ、これ。あ、そうな。そう、なんかないんですか。ガラケーやからね。なんで俺がわざわざ拾って渡したの。確かに、一回渡したの。トキリピさん好きとか来てんのよ。わー、そういうの読まないよ。読んでください。なんか読みましょう。ごめん、まだガラケーやから。触り方も。全然ない。姿勢めっちゃやん。佐々木さん姿勢めっちゃやん。なってるからね。ほら、これこういうの読んでって言って。なるほどね。彼女への嫉妬とかないんです。彼女を持ってきたりとかしたら。ああ、そうですね。それこそどうなるのかが。まだそんな経験ないないですね、まだ。いいな。なんかキラキラやのか。そんなん言うなよ。1年目の時でもこんなんやったらおつや。1年目から。1年目から来たらおつや。重ねてきて重ねてきてじゃないよ。違うんですよ。1年目からもうこんなんやったらずっと来たら。確かに1年目って何も大したことしてないもんね。そうです。確か俺ら NSC 行ってなかったけど友達おらんかったもんね。1年目ほんで1年目の3ヶ月4ヶ月ぐらいしてこいつはあのアパート追い出されて、そう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 、何を払わず、ほんで俺はその当時付き合ってた女の子の家に転がり込んで、何もしてない、何もしてない、何もしてない、兄さんが厳しかったよ、確かに時代がね、すごい、そんな昔じゃないけど、35年前だ。続いてのコーナーにね、参りましょうか。続いてのコーナー、デルマパンゲに聞いてほしいこと。何やろそんな。我々デルマパンゲに聞いてほしい話や相談など何でも話してくださいということです。今なんと2200人も。すごい。でも本来他の人とかの時どんぐらいとかあります？聞くない。多い時とか。多いか少ないか聞きますか？普通。優しい。普通って言葉は少ないかな。気使って普通。普通か。何でも喋るよ。いいですか。僕からなんですけど、それこそ1年目で漫才劇場に入らせていただいて、先輩方とご飯とか連れて行ったりもらったりもするんですけども、時代の方がさっきも言ったみたいに若干そのモラルが足りてないのに、若干こっちの方が気に入られがちというか、やっぱその芸人さんってなんかそのなんかこう改まってるよりこうちょっとグッていった方がいいのかどうかとかをちょっと知りたいですね。分からんな。なんかどっちかで、なんかは言ってます。じゃあさ、マイさんが後輩連れてってグイグイ来るか、ケンがやったらどっちがいいですか？まあ人によるしな、そういう感じもあるから、わからん。ひろきさんどうなんですか？そうですね。いやでもぐいぐい来てくれた方がそれ喋りやすい。ああ、そうなんですか。確かにね。僕はやっぱ最初こうやっぱ改まってしまってこう
行くコーナーちゃうんですけど、時は結構わって行けるんで、時はの方が気に入られるみたいな。でも誰とよく、誰に先輩、いや僕らで言うと、一番近いの風水屋さんとかにちょっとご飯連れて行っていただいたりとかはあるんです。風水屋は絶対こっちのタイプの方が好きだよ。そうなんだ、やっぱ時は好きやなみたいな。気に入られたいですね。ダブル東はでも別に、いや僕らはすっごい可愛がられてますよ。そうですね、僕はもう寿司屋さんですし。ああそうかそうか、さやかの石井さんとかもそうですね。俺大東あれやもんな、あのスーパーマルロの竹地さんのカラオケ同好会のメンバー。あそれね、まだただ歌うだけのね、ボケたら怒られる。歌うだけのプロクラブ、一生懸命歌わんとあかん。いやいいですね、その会いいですね。そうかそうか、そうっす。佐護さんともそのお笑い飯の西田さんと行って、うん、ああ、ね、あれそのほんま佐護さんに聞きたいですけど、毎回あんな感じですか、そのそうね、何どんなの。西田さんがしゃっくりしてたんですよ。あ、東はひどかった。あれ一回3人飲んだよね、はい、3人で、で酔っ払ってもう結構ベロベロやって、はい、しゃっくりが出だしたよね。で止める方がお前が教えてたんやったっけ。そうそう、止める方がわからんとか言ったんすよ。水を逆に飲むとか言ったっけ。なんかこう、僕の縁のね、やったらいいっつって、ただこうやって水をただ飲む、こうやってやればいいのにただ飲むみたいな、いやちゃんとやってくれっちゅうの、はいはい、マジどれぐらいやった。あれ5時間ぐらいましたね。すごいのよ。違う話もあるけど、それの一個流れて、でも本当に何でも、もう俺も途中からだけど何もやったら一人で普通飲んで、でお前も笑ったけど、誰も笑わなかったのに、もう最後に一人でこうやってあっち笑ってね。天才。俺だって大東、俺の時あったの知ってる？覚えてる？俺と大東と西田さんでカラオケ行ったの。ほんで俺のことを西田さんがよくな、子供みたいな顔やって言うから、ほんで子供やからゾンビとか怖いやろって、いや怖ないっすよって言ったら、おおいや怖ないねんっていうのが、これも5時間ぐらい。これも5時間、これ一本すごいね。東もでも哲夫さんとかと朝からで一緒に飲んで、一回やばかったやつありましたね。一回哲夫さんも一回哲夫さんになんか時計やれみたいなのがあるんで、いきなりおしぼりをこのシャツね、うん、ボタンの間から、うん、あの長針と短針と秒針3本出せって言われて、でちゃんとやって、ほんだこの12時に秒針が来た時に、おもろい顔なんぞの、おもろい顔なんぞって言われて、おもろいってやって、うん、最初はまあ受けてたんですけど、うん、もうそれもまた4時間ぐらい。長いねんけど、すごいよ、長いねん、長い。そうそう、一生時計やらされたっすね。一回、一回トットの多田さんがボケられすぎて、マジで例えでも何でもなく普通に吐いたもん。ボケが多すぎて吐いてやる。続いて、僕はあの、やっぱヘアスタイルのあれですね、やっぱりヘアスタイル、ヘアスタイル、いや、お前やしと考えるヒロさん、どんな髪型してるんですか。俺も別に何も気をついてない。かっこいいね。かっこいい、ワイルドやな、ワイルド。そうです。サコさん、ワイルドさん、めちゃめちゃワイルド。結構いつからでしたっけ、サコさんって。5月5日ちょっと覚えてないんですか。5月5日が、そう、これだけさっきの怒りの話になるけど、はい、その5月5日で10連休やったん、今年。あ、はい、で5月6日までの10連休って、5月5日は9日目休み、うん、はいはい、でそれで行って、最初こう、もう2体出されてこうバーッ切られて、で、お兄ちゃんあれやねみたいな、その、あ、10日間休みあるのに9日目でようやるねみたいな、だけどもうふざけと、そうやったら初日とかにやるのにあとようやるねみたいな、ちょっとはいとか思ってて、で一番嫌やったの終わって、でその夫婦かなんかでやってる、はいはい、おばちゃんの人が丁寧なよね、めちゃくちゃ、でバーッてシャンプーしてバーッて乾かすんやけど、もう2秒ぐらいで、2秒もかかないタオルプッて乾くじゃん、ドライヤーいらんもん。でもその後ずっと一応ドライヤーでバーッてやったんやけど、もうただね、ぬくい俺の頭触ってるだけ。ハハ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 。大東のここ、そうですね、昔もっとなんかピンとしてなかった。いや今はこれ舞台終わりでちょっと、あ、そ今はだからピンとしてますよ。それこそ最近ごっついスプレー持って、それ、なんなんあるの、その、もうどっちヘラクレスを描くとか。誰が昆虫の真似してるんですか。いや、これは、ないんですよ、あんまり。気づいたらやって、もう高校、高校かな、もう卒業したぐらいに、もうちょっとかっこいい、なんていうんですか、うん、もうちょっとかっこよかったんです。もうちょっとね、面積あったんです。なんでそうなんですか。触った、触った。ロバートの秋山さん
あんな感じやりたかったですけど、あんなやったけど、どん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 こうなんか繊維化してしまって気づいたらごめんなさい、細なっていった、細なっていったんですよ。そう、まあ、そのや一旦やめた時あったんですよ。そうよな、なんか一回してなかったよね。でアンケート取って、うん、全芸人に、まあ、ほぼの芸人、その立った方がいいかない方がいいかみたいな、ああほんま半々ぐらいあって、いや、そうやろな、それ半々ってことはどうでもいい。そうです、まず完成なの。これをもうちょっとドカンとやったら完成です。それひげも伸ばしてさ、こうしたらいい。ブレブレでそんな意味ないじゃん。ミトコンドリみたいな。おかしなる。前に出してこう挟むのしてもいいじゃん。ドンキーコングの8やん。ドンキーコングの8やん。ドンキーコングの8やん。それ考えたら何も。いや、これは別普通ですよ。お前が見上がれ、ストーリーやる、ストーリーやるか、こんなにやるか、ストーリー普通の感じでしょ、普通の前が見上がる、自動としてる、自動、まあ量が多いっていうのはありますね。確かに、そう、一本一本が太いんで、まあ、結構じゃあ、あれね、ヒゲ、うん、あ、めちゃめちゃもうやばいです、もう外人の、あ、いいやん、それすらいいやん、いや、なんか汚いみたいな言われる、あれやろ、ぶわーっとここ繋がれる、そうです、もうサンタさんみたいな、もうサンタさんみたいな人はいいやん、いやでしょ、その色抜いてる、そこに行き着いてる、真っ白にして、ツッコミサンタやばい、嫌でしょ、ツッコミサンタの方が怖いし、新しいサンタに出たんですけどね、嫌よ俺が、ツッコめてないから、いいやん、トナカイみたいな、お前だけトナカイみたいな、もうこう、二度に分かれた、クリスマス、クリスマス、名前変えなあかんやん、クリスマス、クリスマス、解決した、しないですよ、いや、おいおい分かってくるって、おいおい、そうそう、次回のかけるチャンネルのトークテーマを、はい、くじ引きで決めたいと思います、そちら、はい、あ、どうやった、同じくどう、これ全部同じ体なんかな、これ来週のどう、みんな気にならんでしょ、うわ、全部同じ、ドアなんかもっと筆みたいで書いてよ。どうどうどう、全然いいから、もめちゃくちゃいいから、ね、筆で書いてってるみたいな、あれでいい、今回ですね、エンディングの前に MVP を決めたいと思います、なるほど、今回最も良かった MVP を佐藤君、はい、発表してください、はい、お母さんに愛されてる君、名前やっぱりね、うん、あのトークテーマの時のあのあれ見して、したいか、したいかな、したいえて、なんかね、ちょっと濃い、やめろ、回収終了です、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 ロマンポルノの時代ね、そこ二組でやっといたらいいよ、向こうはまだ輝いてる、いいなのよ、巻き込んだらダメ、絶対ダメ、ダメ、ダメ、感じが、字を感じてもするMVP に選ばれたリピートはですね、はい、放送終了前の時間を自由に使っていただきます、特技披露やモノマネ告知など何でも大丈夫です、で初めて、はい、どうでした、初登場いや緊張しましたけど、もうお笑いっていう感じしましたね、お笑いっていう感じしました、お笑いの怖さも知れました、兄さんらと同じ舞台立ったらもうむちゃくちゃなんですよ、わかりました、感じしましたもん、今日でむちゃくちゃ思うよ、後輩が呼んでんのよ、そうだ、お前を呼んでやらないと、そら親父なんかある、まあでもその結局コメント読まないですねとか、ほらちゃんと言われてるやんか、コメント減ってるんよ、ちゃんとやん、そっか、読まれた方がみんなそうか、そりゃそうよ、そうですよ、読もうかな、じゃあもうええわ、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 あなた、あ、そうか、お前ここかけるか、えぇ、ー、違う、極みやと思って、かけるよ、そりゃそうや、お前かけるやん、めちゃくちゃかけるなんですよ、ぜひぜひ皆さんも見てください、というわけで最後までね、ご視聴いただきありがとうございました、さあリピート、あ、そうか、自由時間です、自由時間か、最後、終末ですよ、怒ってるって言ったけど、お母さん、これからも服買ってね、さよならありがとう、ありがとうございました。